今東急田園都市線の長津田駅に来ています。東急電鉄に自分の車内広告が流れるのを見に来たというのが一番の目的なんですが、これから東京方面まで帰ります。急行で帰ろうと思ったんですが、爆音電車8500件が止まっていました。どんどん引退してきて今数が少なくなっています。2022年度中にはなくなるとか確かそういう発表だったと思いますが、乗れる機会を見つけたならば各駅停車でも乗らなければ幸い、当駅始発ということで車内はガラガラでした。さあ楽しい爆音旅行の始まりです。ドアの時点で最近の電車のレベルからするとガチャンと爆音と言ってもいいかもしれないですけどね。椅子が硬いのも8500円の特徴。硬いと思っていると床下からモーターが響きます。まあ、後でいっぱい聞いていただきますので、僕の喋り声がうるさいっていうのはですね、ちょっとしばらくの間我慢してください。1975年、まだ国鉄東北新幹線、上越新幹線などもできていなかったような時代に、東急電鉄と営団半蔵門線の直通運転のためにこの8500件が作られました。こういうマイクを持ってモーターの直上の席に座っています。貫通扉の部分が大きく開いているので、床下からだけではなく外に漏れているモーターの音が直接車内に入ってくる構造です。8500系は様々な理由によって本当に大きなモーターの音を聞くことができる車両になっています。まあ、悪く言えばうるさい車両ということもできると思いますけれど、これはもう東急って感じよかったですね。東急は新しい電車をいっぱい持ってるんですが、この8500系は作られてから一番古いもので、多分現役だとまだ45年とか使ってるのあるんじゃないですかね。そういうものが今でもこのゴルバトロスの田園都市線の上を走り回っています。車掌さんの放送が何を言ってるのかもよく聞き取れないような状態です。8500系なんでこんなに大きな音がするのかといいますと、まず一つにはギア比が随分大きいということが挙げられそうです。ギア比が大きいというのはどういう状態かといいますと、自動車とか自転車の低速のギアの状態でずっと漕いだり、あるいはアクセルを踏み続けたりしているということです。電車の場合はギアチェンジというものはできません。そして通勤電車この8500系は加速力を高くして短い駅の間でも速やかに速度を上げて、そしてまた駅に止まるということを繰り返すように作られました。ですから走っていると基本的に田園都市線の短い駅間であっても80キロ程度は速度を上げます。そうすると高速で走っている時にはモーターの回転数は大きくならなければいけません。自転車で走っている時ギア1の状態で速く走ろうと思ったらものすごく漕がなければならないということはみんな知っているはずです。だから高速走行の時も特にぐわーっと大きな音がするわけです。だから加速の時もするんですよね。モーターに大きな負荷がかかっているとき、冷却をする機能、扇風機のようなファンがついています。8500系はそれがモーターの外側についていて、外に音を撒き散らすような構造になっているんだそうです。ブレーキの空気の音やドアエンジンの音も大きく、どれをとっても一つずつ大音量の車両です。そしてこれまさに私が今車内ディスプレイで宣伝をしているところですけれど、こういう旧型車両であっても全部空調装置は高ウイルス加工しているというのがすごいことです。そしてこれさっきもちょっと言いましたけれど、貫通扉のところがこちら側に関しては大きく開いていまして扉もありません。このホロの外側はすでに外気ですから、そりゃ大きなモーターの音が車内に飛び込んできますよね。駅に止まっていると反対側8500系が通過。すごい音です。これは急行電車の爆音です。通過し終わると嘘のように静かになります。速度計を取り出してみました。今70キロぐらいから、おお、いいぞ気分が高まってくるのです。80キロまで上げたと思ったら、わずかな時間だけ惰性走行をしてすぐにブレーキをかけていきました。だいたい80キロちょっとぐらいまで上げます。これが普通の走行です。今回は85キロまで走行しました。
してまたすぐにブレーキをかけます。惰性走行している時間は私が乗ったこの普通電車ではほとんどありませんでした。惰性走行というのは立法加速も減速もしないという走行の仕方です。自転車で何も漕がずにただそのまま進んでいくような状態。聞いてください、これ反対側新潟県に通過していきます。あれも急行ですけど、8500件の通過のことと比べて全然違うでしょ。一体はこの8500件、もう爆音ですよ。さあ今多摩川を渡りまして二子多摩川に着きました。ここから先は地下区間です。地下区間は特に爆音がトンネルの中で反響して響いてくるところです。まだここは地下区間ではありません。これから先地下へのトンネルに入ります。いや、急なカーブのところを通っているんだと思いますが、しばらくの間およそ45キロで走行を続けます。その区間を抜けるともう一度加速に入るわけです。50キロぐらいですかね。ここで速度が上がっているのは多分下り坂だからだと思います。8500キロにしては珍しい静かな加速。そしてまたノッチを入れて爆音を響かせ始めました。今こんなに大きな音を出して走る電車ないですからね。それも地下を走るやつ、一般合計がいい勝負かもしれませんが、この8500キロは特急踊り子で使われている一般合計よりも基本的にどの車両も古いと思います。ですよ、またうわーっ見ていてもどんどんテンションが高まってきます。まあ、残念ながらここでもうこれ以上速度計を使うことはできません。地下に入ると GPS の速度計を見ることはできないので、何キロで走っているのかは分かりませんが、二子玉川から次の用賀まではそれなりに駅間がありまして、今まで1キロぐらいしかなかったので2キロほどあったので結構出したんじゃないですかね。90近くまで行ったと思いますよ。今はとりあえずこの用賀の駅で降りることにします。ここから先結構混みますからね、遊ぶには気をつけないといけない。まずここまで持ってきた8500系文化村編成、普通は赤いんですけれども、この編成には青い帯が巻かれています。8500系は普通は側面には何も書いてないんですが、これは結構8500にしては色とりどりです。外にも爆音のモーター、爆音の冷却ファンの音を響かせていきます。これがね8500系のいいところなんですよ。電車が去っていくときに地下の区間で遠くまでずっとこの爆音のモーターを残していくのです。だからもう電車が来る前に、あ、これ次来るの8500だわって分かるんですよね。音がめちゃめちゃでかいですから。半蔵門線なんか乗ってるとね、あーもうこれは次は東急車だ、音を到着のだいぶ前から一発で聞くことができます。反対のホームで一旦戻ろうと思って電車に乗ろうとしたんですが、しかし結構お客さんがたくさん乗っていたので諦めました。ちょうどまた数が少なくなってきたけれども、連続で8500件来ました。みんな8500件の爆音を聞くためにここに集中してたんでしょうね。別にこれに乗らなくてもいいので1本見送りまして、空いている電車に乗っていくことにします。なるべくだったらこういうご時世ですから空いている電車の方がいいはずです。次に急行電車の通過です。さあ音を聞いてみてください。この音の静かさったらありませんね。全然音の大きさが違う。そして続いて新型車両2020系の各駅停車が到着です。こっちはさっきの8500と比べて空いていますよね。これ鉄道マニアが少ないとか8500系を選んでいるから向こうが混んでいるというわけではなくて、先ほど急行電車が1本行きましたけれど、その急行の後に続いてやってくる各駅停車は、まあ、この区間においては急行にお客さんが乗り換えていっちゃうんですよね。まあ、その関係で結構乗車率が少なくなっていました。
車内で手も広げられそうでしたよ。てか広げられましたけど、まあちょっとさすがにそんなことしませんけども、お客さんが少ない電車に乗るに越したことはありません。この電車の新型2020系のモーターの音、随分静かですね。さあ、あざみ野駅まで戻りまして、またやってきました、8500系。今度は急行電車です。8500系の最高速度は110キロ。110キロを出すかどうかは分かりませんが、100キロぐらいは出すはずです。この動画の終わりに皆さんに、ほとんど本気の爆走運転をご覧いただき、終わろうと思います。それからしばらく進んで鷺沼駅を出ました。運転手さんの信号観光、大きな声でしたね。8500系のバトンモーターにも負けません。鷺沼から先、通過駅が多く、列車が高速度で走るはずです。今度は連結面のところではなく、一番先頭の運転台の後ろのところに乗っています。さっきは聞こえなかった車内放送、今回は聞こえました。まあ、聞こえるときと聞こえないときがあるって感じですかね。反対の電車が通過していく音も窓ガラスのガタガタの音ぐらいで、ほとんど聞こえませんでしたね。速度今およそ95キロです。電気線の新型電車にも負けず、音は大きいかもしれないけれども、素早い速度で8500系は今日も2位に渡らしています。こういう電車にまさに昔ながらの音を立てて、これぞまさに走っているぞみたいな電車らしい電車に2020年も乗れるというのはすごいことです。また猛烈な勢いで駅を通過しています。昔の東海道線で走っていた113系とかを思い出します。速度今ほとんど100キロ、すごい音ですね。惰性走行をしているようですけれど、もう波は何やら大きな音でよく分かっていません。この8500系、東急電鉄の中でも今最古参として本当に長くこの田園都市線で活躍していますが、まあ、私がなんか聞いたのは、日本航空の株を東急電鉄がもともと一旦持ってたらしいんですけども、で2010年頃に JAL が経営破綻しまして、株価がほとんどというかゼロになっちゃいましたので、まあ、その関係でどうも8500系を使い続けた、まあ、そういう説明を私一回聞いたことがあるんですが、ただそれ東急の方から公式に聞いた話ではないので、ちょっとね、それがどこまでそうなのかって、それが因果関係は果たしてそれが本当にそうなのかということについては、私はちょっと保証することはできないんですが、皆さんに一応紹介しておきます。コンプレッサーの音、揺らしたからゴト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 と出ているやつです。それからドアのバーン閉まる音、そしてこのモーターの音、運転手さんの看護、今日は何から何まで大音量です。前を走っている大井町線ホームに向かう急行電車を追いかけています。急行電車同士に追いかけると、こういう光景を見ると8500系のモーターの音は、まあ、今電車頑張って皆さんを東京方面までご案内してますよ、そういう風な気持ちをお客さんに起こさせるような素晴らしいバックグラウンドミュージックですね。先ほど一度やってきました二子玉川にもう一度戻ってきました。ここから先は地下区間、地下区間でも地下鉄ではなく、あくまで東京電鉄都市線、もしくはかつての新玉川線ということで、急行電車は駅をどんどん飛ばしていきます。ここから地下に入りますよ。小さい時はね、東急の8500系っていうのは
申し訳ないけどちょっと怖い印象がありましたね。何言ってんだか車内放送も全然聞こえないし、私東急大井町線とかちっちゃい時に乗せてもらってたんですけど、車内放送ないんだと思ってましたからね。多分あったんですけど全然何言ってんだか分かんなくて、しかも車体側面も銀色で全く塗装とかも何にもなされてないから、なんか東急って謎に包まれた会社だなってそういうふうに思っていました。コンテナ上を通過するときのボタンがパーンと音もすごいですし、上通っているこの辺りは渋谷通りですかね、そこの道の曇り、これがまたねすごいなんか深いとんでもないところを電車に乗って冒険しているような気分になっております。先ほども申し上げました通り、もうそろそろこの8500キロは東急電鉄の線路を離れる予定です。しかし8500キロは相当たくさんの数が作られておりまして、既に全国の様々なところに将来の電車8000キロとともに運用範囲を広げています。例えば伊豆急行などでも8000系電車に乗ることができます。東急の本線でこの電車に乗ることができる機会はもう残りわずかとなっているでしょうが、しかしこれからも8500系は全国の様々なところでこのバトンをばらまいていきます。下田線は乗り換えです。出口は左側です。周りの線は操作にご注意ください。まさに東急らしい、電車らしい大きな音、8500円のバトンを楽しみいただけましたら幸いです。電車はまもなく渋谷に着きます。渋谷から先もっとどうしようかな、地下鉄でもっと都心方面まで行こうかなと思ったんですけども、お客さんがたっぷり乗ってきそうだったので、ここから先は地下鉄には乗らず市場のタクシーを使って帰ってきました。やっぱ地方にいっぱい行きますんでね、あんまり東京のど真ん中をうろうろしない方がいいのかなと、そんなふうに思っています。車内換気とかは相当熱心にやってると思いますが、ここから先半蔵門線に直通します。引き続き地下区間を走りますが、しかし各駅に止まるということでまたモーターの音の聞こえ方随分変わってくると思います。息の間隔も短いですしね。無理なことしないでください。現在の東急の最高山、そして最も声の大きい電車8500円の紹介でした。ちなみにこの8500系は現在新しく作られております東急2020系に次々置き換えられております。この電車が2020系、先ほど皆さんにもご覧に入れました広告ビジョン、車内広告用のディスプレイも装備しています。たくさん装備しています。この2020系をはじめ広告ビジョン車内ディスプレイを搭載している車両にて、私と東急電鉄さんとのコラボレーション動画もたまに多分ね5分に1回とかそんぐらいだと思うんですけども放映されておりますので、もしご覧になる機会があれば直通運転先でも結構です。どうぞご覧になってみてください。ありがとうございました。